はい、こちら外はムシムシと暑くて何もしなくてもじんわりと汗をかいてきます、うん、お出かけの際には暑さ対策をお気をつけください。さあ今日私は金沢市松村金岩通りに来ています、うん、金沢は新盆の季節ですよね。今日は手土産にぴったりな和菓子の話題をお伝えします。さあ今日私がやってきたのはこちらです。和菓子屋つば屋さんです、うん、創業60年以上続く老舗の和菓子店なんですよ。さあそして外の看板にはワリトッツォの文字が書かれています。どんな和菓子なんでしょうか、早速中にお邪魔しましょう。さあこんにちは。こんにちは。中には和菓子たくさん並んでいますね。今日一緒にご紹介してくださるのは和菓子屋つば屋さんの中田圭介さんです。中田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。つば屋3代目の中田と申します。はい、中田さん3代目なんですね。はい。何年くらいやられてるんですか？そうですね、私修行先から帰ってきて今年で10年になります。10年目迎えられていかがですか？そうですね、まあ伝統の和菓子をね守っていくとともにですね、新しいことにもチャレンジしていきたいなと思っております。これからいろいろな新しいお菓子も楽しめるかもしれませんね。さあそんな中田さんは実は金沢では数人しかいない一級和菓子製造技能士という国家資格をお持ちで、今年金沢に茶道文化を伝えた加賀藩前田利家の献花献上式で大役を務められたんですよね。はい、一体どんなことをされたんですか？そうですね、この午前にですね、座りまして、そうですね、神前でですね、はい、和菓子を作って献上するという式になります。神前で和菓子を作られたんですね。金沢の和菓子屋さんを代表して作られたということで、はい、さあそんな中田さんが作る和菓子見ていきましょう。さあまずはこちら、名物の酒まんじゅうです。一体どんな和菓子なんでしょうか？はい、こちら、当店の看板商品の酒まんじゅうと申しまして、つば屋の初代が作ったものなんですけども、それを守って、パンの製法を取り入れながらふわふわもちもちに仕上げたまんじゅうになります。なるほど、ふわふわもちもちの生地が特徴で、で通常でしたらこちら紅白の色なんですけれども、はい、今はこの緑色の酒まんじゅうも置いてあるんですよね。そうですね、7月今氷室まんじゅうありましたよね。はい、氷室まんじゅう終わったんですけども、まあ、お客様からやっぱ青ね、青色っていうか緑色ですね、涼しげでいいな、出してくれっていうか、はい、ありましたので出させていただきました。はい、見た目も爽やかですよね。こちらの酒まんじゅうはまだ楽しめるということですよ。さあそんなパンの製法を使ったもちもちの生地の酒まんじゅう、今日は早速いただきますよ。うん、じゃあちょっと最初に中を割ってみましょう。割っただけでももっちり感伝わりました。美味しそう。中にもあぎしり入ってますね。うん、はい、ではいただきます。本当にふわふわもっちり、そして中のあんこも程よい甘みでとっても食べやすく美味しいですね。ありがとうございます。はい、当店のあんこは北海道産の小豆を使わせてもらってまして、1時間じっくり炊いて、しっとりと仕上げています。1時間じっくりと、それでこの美味しい甘さが出来上がるということなんですね。さあではどんどん和菓子見ていきましょう。さあこちらに並んでいますのは涼しげな夏の和菓子ですね。こちらどういったものなんでしょうか？はい、夏はですね、爽やかな笹団子ですね。笹、はい、のついた笹団子で笹餅、そして冷やして美味しい水まんじゅうなんか人気ですね。いいですね。見た目もとっても涼しげで美味しそうですね。さあそしてこちらお隣行きますと気になるお菓子たくさんありますね。例えば上にココナッツが乗っている松並木という焼き菓子や、それからお隣行きますと、はい、こちらの加賀のつばという食感が楽しめる和菓子もあります。さあそして一番奥ですね、こちら何あれ可愛らしいもなかですね、うん、あの疫病予防のアマビエが描かれていますが、こちらは何でしょう？はい、こちらアマビエもなかといいまして、売り上げの一部を医療機関に寄付する募金のもなかとなっております。石川県の菓子店9店舗が協力して取り組んでいるプロジェクトです。食べて美味しいだけではなくて医療に従事されている方々の支援にもなっているお菓子ということで嬉しい取り組みですね。ありがとうございます。さてこ
ちらのショーケースずらっと並んでいるのが外の看板にもありましたワリトッツォですね。ワリトッツォ、こちらたっぷりと詰まっているクリームとフルーツが今流行しているマリトッツォにそっくりですね。はい、マリトッツォ、本来のマリトッツォはパン、まあ、ブリオッシュ生地なんですけども、うちのはどら焼きで、中には粒あん、そして表にはたくさんのたっぷりの豆乳クリームですね、それに旬のフルーツを挟んでおります。なるほど。上のところの生地がどら焼きでできていて、さあそしてその中のフルーツも県産のものを使っていて、上にはこのように生産者さんの写真も飾られていて、どんなフルーツが使っているのかっていうの分かるのは安心ですよね。これが見えるの一番ですから。さあそしてこちらのワリトッツォ、何か作るきっかけはあったんでしょうか。はい、そうですね、きっかけは本当の本物のマリトッツォですね。これ初めて食べた時に感動しまして、まあ、自分でも作ってみたいなと思って、で和菓子の魅力も合わせて伝えていけたらなと思って作りました。和と洋のコラボスイーツって洋菓子店とかでは見かけるんですけれども、和菓子屋さんでっていうのは珍しいかもしれませんね。確かに。さあたくさん種類があるワリトッツォですが、今日は特別にこちらの桃を使ったワリトッツォをいただきます。気になる桃。こちら桃にもこだわりがあるんですよね。そうですね、こちらの桃は金沢市の農家さんが育てた夏甘露という品種になります。小ぶりなんですけども、甘みがたっぷり詰まって美味しいですよ。わあ、美味しそうですね。では早速このワリトッツォをいただきます。見た目もとっても可愛らしいですよ。わあ、クリームたっぷり、いただきます。美味しい、甘みがたっぷりです。そしてでもクリームはとっても軽い感じで食べやすいですね。さあこちらのワリトッツォですが、 SNS を中心に人気を博しているんですよね。週末どれくらい売り上げるんですか。そうですね、週末ですと約100個ほど販売しておりますね。なるほど、はい、100個もお盆ですし、人気もこれから高くなりそうですよね。そうですね、電話予約も OK ですので、皆さんに味わってもらいたいと思っております。はい、とっても美味しかったです。さあ今日はそんな手土産にもぴったりなおすすめの和菓子の話題をお伝えしました。中田さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、以上お出かけ中継をお伝えしました。